ちょっと行きましょうか、西八駅。ちょっと広々とした感じ、なんか昔の懐かしい駅、昔ながらの佇まいなんですけども、あの中庄の辺にね、あのありました、僕の地元のところにパン工場の瀬戸内パンのあの廃墟みたいなのが、でここにね Google マップでガムの自販機自動販売機っていう書かれてます。瀬戸内なんかな、指定重要文化財ということですね。大正14年に指定されたそうです。というわけで今日はね、あの西八っていうところに、来てます。ちょっとね普通に小春日和なそんな日なんですけども、ちょっとね歩いていこうかなと思います。こっちかな、これか。これがあの西八駅に行ける道なんですけども、ちょっとこれをずっとねまっすぐ行ってみましょう。なんか昔ながら、昔からねあるようなそんな道の雰囲気もしますね。でこれがね水江の交差点です。左行けば倉敷の中島かな、中島かな、なんかそっちの農業手の方です。これまだずっとまっすぐ行きますね。左手にあのフードバスケットっていうのがあります。で右手にザクザクドラッグストアありますね。ここにね神社ありますね。なんていう神社なんだろう。マップには Google マップにはね載ってないんですけども、阿智大名、大名氏、室町時代の末ぐらいに作られたっていう。倉敷市指定有形 民族文化財、こちらですね。でその奥にはお地蔵さんがあります。結構ねあの昔ながらの石とか、神社とかがね多いですね。倉敷に町の方にね行ったりとか、まあ、このまま玉島に行ったりとか、まあ、何かしらのね主要な道だったのかなと思います。近くに高橋川流れてたりするので、やはり物流の関係でもね栄えたのかなとか思ったりします。この通り商店さんが、たくさん、まあ、ところどころですね立ち並んでます。でここにね Google マップでガムの自販機自動販売機っていう書かれてます。ガムの自動販売機が、ここにあります。ちょっと撮りましょう。
しいですね。ちょっと公民館の中にというか、まあ、外に鳥居がねありますね。かなりね細くて車1台がもうギリギリだったりする場所もあるので、まあその中でちょっと前も行ってきたことあるんですけど、気になったね場所があります。ここですね、この三重の塔がね、もうこれ前もね写真だけ撮ったことあるんですけど気になりまして、今日再び訪れました。これもなんかの指定文化財に入ってそうな感じでございます。ないかな、なんかあ、パネルがあります。分かりやすいやつあるかな、これですね。国指定の、指定重要文化財ということでですね、大正14年に指定されたそうです。でこの長さがね、上までが22.25メートルだそうですね。1416年に建てられた建物です。はい、じゃあちょっとこっち側行きましょう。熊野神社ってのがあります。どこでもね、この熊野神社っていうのは名前見るんですけど、こちらにも同じ名前の熊野神社、昔ならではの神社ですね。はい、先ほどの三重の塔から、この参道を下っていきます。下っていくと先ほどの通っていた道に戻ります。まあ、ただね、車の数がめちゃくちゃなので、じゃあ渡りましょうか。よし、おお、すごいな、これ昔のあのポンプがそのまま残ってます。もうそろそろ、もうちょっと歩いたらあの西八駅に到着するんですけども、この目の前にね、あの瀬戸内パンの看板ありますね。これはもう昔あの中庄の辺にね、あのありました。僕の地元のところにパン工場の瀬戸内パンのあの廃墟みたいなのがありました。もう今なくなってね、あの住宅街になってるんですけど、その痕跡がまだあるということで、ちょっとなんかすごいなとか思いながら見ております。ちょっとこう、あ、瀬戸内パンとか、はい、じゃあこっち側行きましょう。これThank you.
また会いましょう。これもね、古いっすね。山崎パンって書いてパン工場だったのかな、昔。左に曲がれば西阿知駅です。じゃあ行ってみましょう。なんか昔ながらの駅ですね。なんか昔の中庄駅みたいな。ドライビングスクール、自転車置き場かな。自転車置き場ですね。昔ながらの佇まいなんですけども、普通にあの旅行かな、なんか普通に外国人向けにね、対応英語でね対応しております。ちょっと行きましょうか、西八駅。広々とした感じ、なんか昔の懐かしい駅、まあ、そんな、雰囲気が残ってます。はい、西八駅。というわけで今日は西八周辺をね歩かせてもらいました。まあなんか結構寺院がねあったりとか、気になるねスポットが、いっぱいあります。ちょっとねちょっとした歩きぐらいではいいのかな。だいたいね、40分ぐらいかな歩いて、まあ、そんな感じの道となっております。ぜひ興味ある方は行ってみてください。ありがとうございました。なんすかね、なんか情報系の YouTube。スピチューブ、インスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから。フォローよろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。皆さん、ご視聴ありがとうございます。今回ご紹介するのは、裏版スピチューブですね。こちら編集してない動画や上げにくい動画はこちらでアップしておりますので、ぜひ検索してみてください。裏版スピチューブで出てきます。ぜひよろしくお願いします。